昆布は表と裏がある。でそれはどうしてかっていうと、ここの真ん中の部分ちょっと太くて厚いじゃないですか。この厚い部分がへっこんでる方が昆布の表なんです。昆布こっちが 裏面になる。だから表にして入ってます。何年もこれ無菌状態です。無菌状態でクリーンベンチの中でこうやって作って半年に1回とか1年に1回水替えをしてやって、でこれは人工海水、筒の真水から海水を作っていろいろ入れて、で滅菌してやってストップして。